はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。いよいよですね、仮面ライダーとのコラボイベントもクライマックスに入ってきました。ラストチャンスということでガチャスタンプ来ました。これはね、待っていたという人多いと思います。そして今回のガチャスタンプはですね、いつもと一味違います。見てください、このガチャスタンプカード。コラボキャラ1体確定、コラボキャラ1体確定、すべてですねコラボキャラ確定枠となっております。1から4回目まではコラボキャラ1体確定、カッコケータルスを含む、そして目玉はですね5回目です。この中から1つ確定ということで、仮面ライダーブラック、ケータルス、クーガ、アルティメットフォーム、仮面ライダードライブ、タイプデルヒート、最後の5回目はさ 25% 確率4分の1でですねケータルスが当たってしまうということで、これはね、いくらこのクライマックスのラストチャンスコラボといえどもサービスしすぎなんじゃないの。まだ持っていないキャラがあるという人はチャンスです。僕はですねすでにコラボキャラすべてコンプリートしているので、今回のガチャに関しては回す必要がありません。いつもだったらねバイモラエールだとか腕輪が入ってるんで、まあそれ狙いでねちょっと回してみるというのもありなんですけども、今回はもうもろにコラボキャラのみと。これさ、今じゃなくてさ初日にやってほしいよね、こういうのはね。最初にやってほしいっていうのも、イベントキャラをね使う期間があまりにも短すぎる。みんなで倒せ第2弾の方なんですけども、中間報告ありました。シャドウムーンの残り HP はですね 87,358 まで来ましたということで、もう半分以上ね削っています。イベントが始まったのが7月10日なので、2日間で半分削ったということになります。イベントは7月16日までなので、この感じでいけば予定より早く倒すことができるんじゃないの、ということはちょっと早めにもらえるかもしれませんよ。今回のキャンペーンご褒美はですね、10連お祭りコイン KR 仮面ライダー、こちらがねもらえます。キャンペーン終了が7月15日で、シャドウムーン討伐報酬の配布はですね7月16日の木曜日の12時を予定していますということなんで、おいおい報酬もらってからさまだ12時間あるじゃないか、ということはこのコインでワンチャン狙ってまだ勝負ができるということですよ。気になるのはお祭りコインの中身だよね。過去にもねお祭りコインありました。お祭りコイン苦労に、こちらは2015年の12月15日配布されました。中身を見ていくと、 A ランクの桃太郎にゃん、 B ランク犬にゃん、猿にゃん、キジにゃん、そしてアイテムということで、2015年の当時はマックスのランクが S なんで、まあランク A って言ってもねかなりね価値が高いです。お祭りコイン大王、2016年の1月28日ありました。こちらはですね中身はランク S のエンマ大王、ヌーラリヒョン、そして A ランクのダークニャン、ロボニャン F 型、 B ランクの冬ニャン、C ランクのブチニャン、フーツー、そしてアイテムとなっております。このアイテムが入っているあたりがね味噌だよね。お祭りコイン執事、2017年の2月の14日ありましたよね。中身はですね SS ランクの八頭身ウェスファー、ウェスマルマン、A ランクのウィスババ、B ランクのセバスチャン謎解き、そして C ランクガッテンマイヤー、ウェスパー、ウェスベ、まあ執事というだけあってねウィスパーがねてんこ盛りに入っています。まあちょっとガッテンマイヤーとかね謎解き気になりますけども、10連お祭りコイン仮面ライダー、こちらの中身なんですけども、これはね僕の予想にはなりますけども、お知らせにも書いてありました、ランクダブルゼータの仮面ライダー電王クライマックスホーム、これはさ書いてあったんだから必ず入ってます。そして残りだよね、気になるのはね、おそらくですねイベントキャラ全て入っているんじゃないかなと思います。ランク Z の仮面ライダー01メタルクラスターホッパー、ちょっとねこれが入っているかどうかっていうのは微妙なんだけど、僕の希望としてはねぜひ入れてほしい。やっぱり入ってるとさ、まあ、確率低くてもね夢があるよね。仮面ライダークーガアルティメットホーム、ランク SSS はシャドウムーン、まあ、シャドウムーン確かにおはじきの報酬なんだけど、ここにも入っていると、まあ、まだ持っていない人結構いるからね、ちょっとワンチャンあるかなっていうね気がする。ぜひともね入れてほしい。あとは、まあ、イベントキャラのねブラック、タイプデッドヒート、エグゼイト、01ドライブ、クーガ、ショッカー戦闘員、そしてさらに
おそらくね、それだけだと今回10連だからさ、1回で10連できるからね、ちょっと確率甘すぎるんじゃないのっていう気がするんで、ここはアイテムね入れてくるんじゃないかと思います。だからここがちょっとね厳しいところではある。全アイテムとかね泣くよね。全アイテムプラスショッカー戦闘員とかね。大喜利大会結果発表、イベント始まる前からね、仮面ライダーコラボ記念のね大喜利大会がツイッター上でやってました。そのね結果の発表がありました。これすごいよね。最優秀賞、好きな妖怪プニ1体、 G の秘伝書、神必殺の秘伝書、スキルの秘伝書がもらえる。優秀賞5名、好きな妖怪プニが1体もらえる。神イベじゃないですか。こういうのはね毎回やってほしいよね。これね僕もねツイッター追ってましたけども、むちゃむちゃ面白いんですよ。ちょっとねピックアップしました。見ていきましょうか。最優秀賞、なぜ仮面ライダーたちはプニの姿に変身してしまったのか。工場長に喧嘩を打ったところまでは覚えている。そうなんです、プニプニ工場長、可愛い顔してむっちゃ強い。この顔見てくださいよ。もう喧嘩を打ったらねボコボコですよ。あの仮面ライダーをもってしてもプニの姿にね変えられてしまいます。優秀賞、なぜ仮面ライダーたちはプニの姿に変身してしまったのか。しっかり契約書を読まずにサインをしてしまった結果。そうなんです、契約書はね隅から隅まで読みましょう。契約書ってさ、こうがオツに、オツがこうにみたいな感じで、もう何書いてあるか分かんないんだよね。適当にねサインをした結果、狭間寛平さんがねしくじり先生でアメババッチで一発逆転の悲劇、借金1億円言ってましたよ。契約書はねしっかり読みましょう。なぜ仮面ライダーたちはプニの姿に変身してしまったのか。妖怪が暴走したり転生したり好き放題しだしたのを止めるため、お前たちを止められるのはただ一人、俺だ。そう、これね分かる人は分かると思うんだけど、仮面ライダー01のですね決め台詞、お前を止められるのはただ一人、俺だ。秘伝あるとかっこいい。なぜ仮面ライダーたちはプニの姿に変身してしまったのか。月刊変身に掲載されたこの夏流行るモテ変身の第1位がプニプニの姿に変身だったから。そう、今多いよねファッション雑誌とかさ週刊誌なんかで特集やってますよ、この夏ガールが変わるみたいなね。なぜ仮面ライダーたちはプニの姿に変身してしまったのか。気になっている人に筋肉質よりプニプニの方が好きって言われた。それはね、気になっている人に言われたらね仮面ライダーもねプニプニに変わっちゃいますよ。筋肉質って言ったらさ、中山きんに君、そうなんです、仮面ライダー01のですね第1話でさ出てきたよね。どうも腹筋崩壊太郎です。記念すべき令和最初の仮面ライダーが腹筋崩壊太郎と。さあ皆様ね、今回のラストチャンスガチャ、ガチャスタンプ何回ぐらい回しましたでしょうか。そして何が出ましたでしょうか。コメント欄で教えてください。僕はね仮面ライダーコラボキャラ全て持っていますけども、やっぱりね気になるんで、もしかしたら動画配信外でちょろっとね回してしまうかもしれません。それではですね、仮面ライダーゼロはメタルクラスターホッパー激ムズやっていきましょうか。僕はですね今までゼロワンは2体落としました。だから3体目狙っていきます。まあそれよりもですねレアな秘伝書落としたいなと思います。僕はですねまだスキルの秘伝書、必殺 G の秘伝書落としていません。結構ねコメント欄だとね最近落ちやすくなったというねコメントを聞きます。やはりイベント終盤はちょっとサービスで確率上げたか、やり込み要素スキルの秘伝書、必殺 G の秘伝書ないんですよ。やっぱりね強キャラゲットしたら上げたいよね。特にこの電王クライマックスホームむっちゃ使います。スキルの方はですねマックスまで上げましたけども、 G 技はですねまだ上げれていません。だから G 技を上げたいよね。さあ鉱物与えます。なんか僕の経験的にはね鉱物を上げた方がなんか落としやすい気がするんだよねアイテムね。さあ今ね僕の周回パーティーはこんな感じ。まあフィーバー入れずにですねこれで高速周回していくというね流れですけども、まあこのステージはですね Y マネーが結構稼げるので、まあ周回やり込みにはおすすめだよね。おっとこれは秘伝書か。雪かきピー来ました。さっきあげたやつ返品です。